YouTube ご覧の皆さん、西田裕二です。今回はですね、この週に本当はリーグスタートだったんですけど、試合が延期になって、今日は紅白戦で来週から試合が開始になるんですけど、そこの紅白戦っていうところを密着していただくっていう動画になってます。では行ってみましょう。おうっす、サーブ打ちます。出たー、サーブ打ちますか。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは試合前の軽食いきまーす。どこまでも来るね。今日のメニューはなんか試合前食らしいっす。そのいろいろ、うん、普通のご飯というのを僕らは勝利したホームゲームでやることになっています。皆さん、まず OQT 応援ありがとうございました。僕たちが目標とする、切符をしっかり取ってこのチームに合流することができ本当に嬉しく思います。僕は移籍して今回、まだ3日目というところですけど、このチームに全魂を注ぎたいと思いますので皆さんの応援よろしくお願いします。せーの、アンサーズ。ありがとうございます。ありがとうございました。今回、OQT 終わってから、代表選手全員合流して、初めての練習試合となりましたけど、多くのファンの方に足を運んでいただいて本当に助かりました。その中でも自分たちがやらないといけない部分というのもたくさんありましたし、いいクオリティのバレーというのも展開できたところがたくさんあったので、そこを強みにしてしっかりとリーグまでにより濃いチームを作っていきたいなというふうに思います。ということで今回の動画を見てバレーボール面白いなとか、このチームいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということでありがとうございました。また次回、じゃあねー。